劉備が慶州を得てから2年、曹操は北にその半島を広げ、孫権は江東に地盤を固めていた。そして劉備にはついに飛躍の好機が訪れる。漢中の長路の攻撃を受ける劉璋から救援の要請が来たのである。これを機に劉璋が治める益州破食に入り、かの地を奪う。それがなれば諸葛亮が唱える天下三分は果たされる。天下三分、曹操、孫権と並び立ち天下を争うには必須の体系だが、同族である劉璋を陥れるのか、それが己の歩むべき道か。苦悩する劉備に宝刀は民のため天下のためとその背中を押す。劉備は覚悟を固めると益州成都へと軍を動かした。宝刀、甲冑、義援、徐庶が劉備の国を目指して駆ける。わしは奉仕源、無理はしないで頑張るよ。メンチク取りで浮上は要衝です。攻撃すれば敵の目を引きつけられますよ。まずはそのあたりから落とす、おすすめです。劉備殿はまっすぐ下げるのは年寄りから見ると少々歯がゆいわい。やが、それこそが劉備殿の良さや。武士も分かっておろうがの。劉備、国、まだない。我、劉璋、倒す。帝都、劉備のもの。陣を掲げておきながら同族を攻める。私の進む道はそれでよいのだろうか。やっぱりこれしか道はないのか。支援、お前さん、劉備殿を分かりすぎだよ。だから劉備殿の苦しみも誰より感じちまうけど、益州を得るほかに劉備殿に道はない。同族だろうと踏み越えていかないとね。しかしこんな戦、劉備殿にとっては。劉備殿が立てばこの地の民は喜ぶ。大事なのはそこさ。乱世というのは辛いんだな、資源。何を今さら。俺行くよ。さてと、生徒をいただいちまうかね。いやつはしっかり働いてもらうよ。いやつはやるもんだね。わしは東から向かうかね。それと各自を驚かしてくるよ。危ないよ。ちょいと待てよ。Oh!
が落とされただと？このまま捨ておけるか。いい調子だよ。みんなそのまま頑張っとけ。助けに行かないとまずいね。こりゃ、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 
かったぞ。さて、軍を突破しようか。一気に城まで攻め上がるよ。Yeah.
ほれ、敵将討ち取ったよ。こいつが奥の手だよ。卑劣な侵略者、我が父劉将に代わり成敗してくれる。守るために来てくれただ。万歳、劉備様、万歳。劉将殿、私は変な同情なんてするもんじゃないよ。いいかい、みんなお前さんの民になることを喜んでるんだ。それに応えるのも仁ってやつさ。